はい。今回の動画は、Excel の自動補正機能を使って、月初と月末を自動で求める方法をご紹介します。 で、どういったことかというとですね、まあ、今回のこれで言うとですね、2020年の6月というふうにですね、こちらに入力をしたときに、この右側のですね、この期間というところに、この月初の日付と月末の日付ですね、これが自動で入るようにしたい場合にですね、Excel ではデート関数と、あとですね、この自動補正機能ですね、これをですね、うまく利用することによってですね、自動でですね、月初と月末の日付を求めることができます。 それでは早速やってみたいと思いますんで、まずは月初の方ですね。こちらですね、単純にデート関数を使っていきますんで、このセルを選択をしてですね、関数の挿入ボタンをクリックします。はい。で、デート関数はですね、関数の分類でいうと、この日付時刻のところにありますんで、こちらを選択をしてもらって、このデートってやつですね、こちらを選択をして、OK ボタンをクリックしてください。 はい。で、次にまずこのデートの年のところですね。これはですね、今回で言うとこの2020と入力をされたこの A の2のセルですね。こちらを選択をして、次に月はですね、この C の2のところですね。こちらを選択をします。で、最後の日にちのところは、これはですね、どんな月でも月初は1日から始まりますんで、1と入力をして、OK ボタンをクリックします。はい。そうするとまずは2020年の6月の1日ということで、月初の日付が表示されました。 では続けて月末の日付をね、自動で求めてみたいと思いますんで、こちらのセルを選択をして、この関数の挿入ボタンをクリックします。で、使う関数は同じくデート関数を使いますんで、デートを選択をして、OK ボタンをクリックしてください。で、年のところは先ほどと一緒ですね、A の2のセルを選択をして、次に月のところは同じく C の2を選択をします。 で、この月末を求めるときに自動補正機能を使いますので、ここの月のところですね、あえてプラス1にしてですね、今こちらは2020年の6月なんですけども、プラス1をして、あえて7月にします。で、最後にこの日にちのところですね、ここをですね、0にしてください。はい、そうするとですね、今この右側のところ見てもらうとわかるんですけど、2020年の7月の0日というですね、実際にはですね、ありえない日にちになります。 で、Excel ではですね、こういったありえない日付を入力をしようとするとですね、自動補正機能が働いて、その1日前のですね、日付を自動的に表示してくれます。なので、今これ2020年の7月の0日という、ね、日付を表示させようとしてるんですけども、自動補正機能が働いて、1日前のですね、2020年の6月の30日になるということですね。なので、これで OK ボタンをクリックします。 はい。そうするとね、この2020年6月の30日ということで、正しいですね、祭りが表示されました。では、試しにこれをじゃあ7月に変えてみましょうかね。7月に変えると、7月の1日から7月の31日ということでね、この月初のところと月末の日付をですね、表示させることができます。 はい。といったことで今回ご紹介した月初の日付と月末の日付を自動で表示させる方法ですけども、ビジネス文章なんかではですね、使えるテクニックだと思いますんで、ぜひ覚えておいてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。